日本モンキーセンターはオランドのワオキツネザル日本。モンキーセンターは愛知県犬山市にある猿類専門の動物園。公益財団法人日本モンキーセンターが運営しており、本校で合わせて記述する。世界にも数少ない猿専門の動物園であり、生きた霊長類の展示施設としては世界最大の規模を誇る。南側に 京都大学霊長類研究所が隣接している。また、閉園となった猿が島と犬山や園公園から日本猿を受け入れている。ごく一部であるが、猿以外の動物も展示されている。ここにいる日本猿は、焚き火に当たる猿として、冬の風物詩になっている。伊勢湾台風の流木で職員が焚き火をしていたところ、小猿が火を恐れず、近づいたのがきっかけだという。 焚火は毎年冬に行われ、火の中に入れられたサツマイモをめぐり、毎回猿たちによる激しい争奪戦が繰り広げられる。猿に関する総合的な研究及び野生日本猿の保護等を目的として、1956年に名古屋鉄道が出資して設立された財団法人。公益法人制度改革により、 エイと公益の区分が明確化されたため、2014年4月より公益財団法人となり、京都大学霊長類研究所が運営の中心となった。霊長類研究については世界的に有名である。隣接する霊長類研究所とは様々な交流がある。現所長は松沢哲郎京都大学教授。霊長類に関する調査研究を基盤に、 その保護と生息地の保全を行い、社会教育、普及活動や図書等の観光、標本等の資資料の収集、さらには福祉に配慮した動物園の設置及び経営等を通じて、学術、教育、文化の発展及び地域社会の調和ある共存に資することを目的として活動している。付属世界猿類動物園では、猿類の特徴を生かした展示、 たくさんのガイドやイベント、キュレーターによる博物館活動などを行っている。運営に際して大企業の支援や自治体からの公的補助金はなく、入園料や支援金などで運営費を賄っている。経営状況が厳しい中、ごしざるとして物品提供や寄付金を募り、話題となった。かつては犬山遊園駅から名鉄モンキーパーアクモノレール線が、 園内中央にある動物園駅まで運行されていたが2008年12月27日限りで廃止となった。駅舎はレストラン、ラクサル及びモンキーセンターの資材倉庫として使用されている。2014年3月31日までは西側に隣接する日本モンキーパークの動物園部門として位置づけされており入園料が共通で 旧動物園駅を挟んで遊園地との往来が自由だったが、翌4月1日より独自の入園料を設定し、単独の施設となった。なお、遊園地休園日に単独の入園料が設定されたことがある。TBS の特撮テレビドラマ、ウルトラセブン第44話、恐怖の超エンジンのロケ地となっており、後年には記念グッズが発売されている。詳細は、ゴーロン星人。 ウルトラセブンに登場する、ゴーロンボシジンを参照。2020年10月28日に、同センターの男性シークスタッフの一人が、同センターに展示されている白顔先の、モップくんを見に訪れた女性について、今までお姉さまばかりだったけど、本日初めて、女子にお会いしましたと、女性の後ろ姿の写真と共に、ツイッターに投稿した。これに対し、女性を品なめしている。 客を年齢や用紙で評価しているのかなどの批判がツイット上で展開されたほか、同センターに目上が多数寄せられ、同センターは公式ウェーブサイト上に以下に基かず所長名で謝罪文を掲載する事態となった。ありがとうございます。